今日はね、大阪旅行を2日目ということで、じゃーん。やっほー。やっほー。朝今ね、8時58分です。お昼ご飯が、じゃない、朝ご飯が。まだ食べてないんだよね。もうね、昨日のね、夜はね、遅くなってしまったので、帰って洗濯したりして夜寝るのが遅くなっちゃったんですよ。で、そしてね、ニコタもね、なんとね、今朝5時に1回起きてきて、ほいで、また二度寝したら遅くまで寝ちゃって、まあみんなで遅くまで寝ちゃって、そしてそこからの準備だったので、もう9時になっちゃいました。で、今から朝ごはんを食べに行きたいと思います。イエーイ！はい、それではですね、1階ロビーに併設されているこちらの朝食コーナーを覗いてみましょう。今回はですね、私たちは朝食込みのプランで予約したんですけれども、もしね、朝食込みのプランでない、予約をされた方でもですね、当日1980円をお支払いすればこちらで朝食がいただけるようです。そしてですね、こちらの朝食会場は、窓ガラスからのね、明るい光が差し込んで、とっても開放的な雰囲気の中で朝食をいただけるようになっています。作りもね、新しくって、とてもモダンな感じでね、いろんなタイプの椅子が揃えられていて、なんか居心地のいい空間でした。肝心なお食事の方はなんですけれども、まあ、正直に言うと、これまでに滞在してきたホテルと比較してしまうと気持ちシンプルかなというような気はするんですけれども、まあ、それでもですね、パンやソーセージ、スクランブルエッグなどですね、洋食メニューもちゃんとありますし、あとはね、ご飯、お味噌汁、ご飯のお供になるようなものもありますので、朝食にしてはもう十分という感じです。あとドリンクコーナーにあるティーバッグの中に神戸紅茶っていうのがあって、なんとなくこの文字を見た時に、ああ関西に旅行に来たんだなっていう気がしました。ちなみに私が密かに嬉しかったのはですね、サラダコーナーにサーモンマリネがあったんですよ。で、私サーモンが大好きなんですけれども、朝食メニューでサーモンマリネがつくことってあんまり見たことなかったので、これがね、地味に嬉しかったです。そしてニコタンはというと、今回の朝食も大満喫させていただきました。朝からサーモンマリネ、嬉しいね。サーモンだよ。マリネって何？なんか酢とか、酢とかなんかね、お塩とかにつけて。今回ですね、このホテルホリデーインスイーツ、ホリデーイン&スイーツかなというホテルだったんですけれども、一泊してみて、ちょっとここはこうだったらいいなとか、あとはここはすごく良かったっていうところをね、ちょっとお話ししたいと思います。まずね、良かったのはやっぱりお風呂がすっごい快適でした。めちゃくちゃ快適でした。で、水圧がとにかく凄まじかったよね。もうグワーっていう感じで、もうなんか泡とかも一気にブワーってなんかこう流せる感じがあって、それがすごい快適 でしかもなんかお風呂の形が長方形でね、なんかこうゆったりこうなんか背中を持たれて座れる感じ でしかもお風呂に入ってる時にね、お風呂の中じゃないんですけれども、脱衣所の方でなんていうのニコタンが自分の動画を撮り始めた。お風呂の脱衣所の方で自分の iPhone とつないで音楽を流すことができるんですよ。でそれがすっごい良かったよね。だからその音がお風呂の中まで聞こえて、なんかすっごいくつろぎ空間っていうか、それがすごい良かったです。で最初は私がニコタンと先に入ってて、そしたらなんか誰かが喋ってる音が聞こえたんだよね。でニコタンもなんか私もなんか気持ち悪い、なんか誰が喋ってるのみたいな、何この喋り声みたいな感じで思ってたら、なんとりょうちゃんが脱衣所の方でね、
あのその Wi-Fi につなげてミラベルと魔法だらけの家 の、 あの音楽をかけててくれたんですよ。それが喋り声に聞こえて、最初はなんか何みたいな感じだったんだけど、それが音楽だって分かって、あ、なんかいいねみたいな、そんな感じでした。でそこからりょうちゃんも入ってね、なんかビートルズの曲とか聴きながらくつろいだり、めっちゃお風呂快適だったよね。でそしてなんかあのトイレもすっごい綺麗だったし、あのトイレね入ってすぐ左のところにちゃんとね手を洗うスペースがあったんですよ。それもすごいなんか贅沢な作りだなって思いました。であとはねやっぱり洗濯機がついてたのは本当に嬉しかったです。なんでかっていうと、やっぱり毎回あのこういったね感じのホテルに泊まるときって、だいたいそのコインランドリーを使うんですけれども、その泊まってる階になかったりで、またなんかこう行ってもやっぱりそのいっぱいいっぱいだったりするじゃないですか。でまたなんか部屋に帰ってでなんか空いてるところを見計らって洗濯して、それでまたそれを乾燥機にかけてって、それがすっごいストレスだったんだけど、やっぱりこういう風に洗濯乾燥機がついてるとすっごくありがたかったです。であとはねやっぱりちっちゃいキッチンがついてるから、うちはなんかマスクとかをね熱湯消毒したりするんですよ、洗濯した後で。だからそれもすごく助かったし、ハンガーもねある程度あったので、洗ったものをね、洗濯機なんか使ったら洗ったものを全部乾燥機にかけるんじゃなくて、もう部屋の中にね干しておいたら、翌朝には乾くっていう、それはそれでなんていうかすごい部屋が乾燥してるっていうことなのかもしれないけど、本当なんかね夜中に洗濯してで吊るしておいたら、もう本当翌朝7時にはもうカラッカラに乾いていました、うん、だからなんか逆にここの部屋は乾燥しがちだと思うので、もしできれば何かなんかタオルを濡らして吊るしておくくらいの方がいいのかもしれないです。でおそらくねここにね加湿器ついてると思うんですけれども、私なんかあんまりホテルの加湿器使うのが好きじゃないので、やっぱり洗濯物をねこうやって吊るしておくのがね一番私的には良かったかな。私的にマイナスだったポイントは、実は洗濯機の音がうるさかった。洗濯機すっごい時間かかるんですよ。でおそらくめちゃめちゃ性能がいいやつで、でかなり綺麗に洗い上げてくれるやつだと思うんですけれども、だからその分ちょっとでも入れすぎると、すっごいなんか時間を計算して時間がすごく長くなっちゃうし、でしかもなんか洗い終わりの最後のなんか脱水の音がやっぱりすごくウィーンっていう感じで、海外製だからなのかな、もしかしたらなんか家でももしかしたら近くにあるとやっぱり洗濯機って気になっちゃうかもしれないんですけれども、その音がすごい気になったのと、でなかなか寝れなかったのと、あとはねこのソファーベッド、ニコタンが結局ねここでニコタン寝てくれたんですけれども、このねソファーベッドが思いのほか硬かったんですよ。で私なんかここでは寝させられないなっていうくらいちょっと私にとっては硬くて、でもニコタンはここのベッドで寝たいっていうからどうしようかなと思って、で結局私のところにあった掛け布団をニコタンの布団の上に敷いて、でそしてねフロントの方にお願いして毛布を1枚持ってきてもらいました、私の掛け布団としてね。でニコタンの方には私の掛け布団を下に敷いて、でその上にニコタン の掛け布団をやって、でそして私の方はねここ、これは毛布をねシーツでふかふかしてるね毛布をこのシーツでね挟んで、で私の方は寝ました。でニコタンはねここの布団でも結構快適に寝れたみたいです。私の方もぐっすりは寝られたんだけど、全体的に他のホテルと比べるとここのマットレスはちょっと固めかなっていう感じでした。こっちのソファーベッドの方はめちゃめちゃ硬いから、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないっていう感じです。あとはりょうちゃん、なんか気になったことある？コンプリメンタリー？そうそう、それがいいなっていう。あ、水とかコーヒーがついてて？あ、そうだね。あと下のカフェに行ってみたかったな。下のカフェ？カフェなんてある？ハイカフェみたいな。ああ、私たちが朝食食べたところ？あそこ、そうそう。10時まではドリンク飲めたんだって。あ、そうなの？まあ、有料だけど。行かなかったね。もう9時半で終わった。あ、そっかそっか。はい、ということで、ね、ここのホテルは
また来たいよね。すっごい快適でした。なんかちょっと気になるところはあったけど、でちょっとやっぱりね、この、ソファーベッドの硬さは思った以上に硬くて気にはなったけど、ニコタンは一応問題なかったということでね。そうだよ。よかった、快適だった。うん。お人形さんも良かったってさっき言ってた。本当、うん、よかったね。じゃあ今日はですね、アトワに行きたいと思います。はい、それではですね、アトワが一体何なのかという話はまた後ほどにいたしましてですね、今からランチを食べに行きたいと思います。こちらはアトワの1階にあるトゥースマートフードホール&ナイトフェスという場所なんですけれども、ここにはですね、唐揚げ定食やハンバーグ、ロコモコ、ピザ、パスタ、小籠包、ラーメン、あとパエリアとかね、またバーベキュープレートランチとか、本当にいろんなものがあるんですけれども、その中から自分の好きなものを選んでいただくフードコートのような感じになっています。すいません、小籠包の9個入りを1つと、はい、あけば、じゃあこれでお願いします。はい、うまみ唐揚げの4個入りを1つお願いします。はい、ご注文以上でよろしくお願いします。はい、大丈夫です。ありがとうございます。食べちゃったから、なんかそんなにたくさんはいらなくて唐揚げだけにしました。これで400円しないぐらいの、めっちゃコスパいいよね。いただきます。今日はですね、大阪から車で1時間くらいかかったかな、車でね39キロ、多分ね1時間くらいかかったと思うんですけれども、運転してね神戸に来ました。もともとね今回の旅行は本当なんか1週間切ったあたりでね計画が始まったんですけれども、大阪行くってなった時にりょうちゃんが絶対神戸行きたいということでね、今回なんかいろいろ調べてみたら、あとはっていうね新しい水族館が出てきて、それでねニコタンと一緒にねなんか調べてたらぜひ行きたいということでね、今回はアトワに来ることにしました。ということでね、今から水族館に入りたいと思います。入ってすぐのこの幻想的な空間からスタートするこちらの水族館はですね、アートとアクアリウムを融合させた新感覚の都市型水族館なんだそうです。2階から4階まで各フロアにテーマ性のある空間がたくさん広がっていて、一つ一つに驚きがあって、とっても見応えのある不思議な水族館になっています。
実はね、今回たくさんの動画を撮影したにもかかわらず、そのデータのほとんどを紛失してしまって、残っている映像だけで編集したんですけれども、実際は今お見せしている映像よりもはるかに幻想的で美しい空間がたくさん広がっていますので、もし関西に旅行される際はこちらの水族館に行かれることをお勧めします。それではですね、残った映像あとちょっとだけで申し訳ないんですけれども、もうしばらくこの素敵な空間をお楽しみください。水族館どう？楽しい。いいね、ここ、うん、面白いね。光ったりさ、なんか保護色になったりさ、うん、ここ港の風が吹いてる。すごいいいね。めっちゃ気持ちいいですここ。あ、すごい開けてていいね。チーズポテト、あ、カワウソポテトとパパのガビ。見せて見せて。あ、すごい。すげえそうなんだけど。すごいね、これ。早くちょっと食べないと。本当だ。今だ、早く食べないと。
ポテト。一番とろりのとこ食べちゃっていい？いいよ。いただきます。ゆうちゃんどう？いただきます。ポテトとソフトクリームの組み合わせってどうなの？変じゃないの？ママもちょっとソフトクリームもらっていい？いただきます。すごい色どんだけ着色料入ってんの。あ、結構美味しい。あ、意外と美味しいこれやばいね、食べちゃう。これ、もうピンクなんだ。ほんとだ